また磐田の方がどうしてもこう身長を見るとかなりこう高い選手が集まっている、セットプレーも山形さん注目ですね。磐田のキックオフで始まりました2021明治安田生命 J2 リーグ第17節、ギラバンツ北九州対チビロ磐田です。中央には身長が高い選手が集まっているルキアン、あ、ここはショートコーナー、変化をつけました。ゴールキーパー頭を越えてかき出しました。小野沢よくかき出しました。伊沢でしょうか、伊沢がかき出しました。今のシーンです。変化をつけてゴールキーパー吉村頭を越え、またね、そのさあ奪ったチャンスになる、シュート出るか、打ってきた、どうだ、ゴールキーパー変わっている。北九州今日最初のシュート、ゴールキーパー三浦ファインセーブで守りました。まあ、シンプルなこのショートカウンターですよね。はい、まあ、しっかり枠を捉えてたとは思いますけども。高橋大吾は左利き、ゴールまでは24メートル、壁を越えた、うん、クロスバーを叩いていきました。ただここはイエローカードありませんでした。キッカーエンド、身長高い選手が残っている、大井中央へ折り返してシュート打ってきた、ゴールに吸い込まれました、先制磐田。まあ、やはり高さの部分ですよね。はい、ここは最後ゴール正面の混戦の中から磐田が押し込む形で先制ゴールを挙げました。しょった状態の中からハーフボレーの形ですけども、まあ、抑えもしっかりしてましたし、はい、簡単なシュートではない。その中でまずは北九州、ここもワンツーからワンタッチ、長野裏へ走る、中2人入っている、長野クロスを上げた、後ろから決めたか、前川のシュートは少しミートしませんでした、薄く当たってしまった。さあ山田が入ってくる、ヒールパスワンタッチでルキアン、鈴木、今日先制ゴール、鈴木のシュート、今日2点目、ルキアンから鈴木、磐田が2点目。前半のかなり深い時間帯にはなってきましたが、まあ、点を、ね、1点目取ったことで、精神的にも乗ってますし、コースボール1つ通る分空けてるんですよね、このタッチで。そして間を抜くにしっかりとコンタクト入れながらドリブルしてますから。その松本、中へグラウンダー、山本浩介シュート、コースを狙っていきました。コントロールされたボールでしたけども、はい、ここで試合終了、磐田4連勝、そして4試合連続の無失点。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくためにJリーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。